はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。ハッピーニューイヤー。いやもうえもうえもうえまあね、ワークライブ YouTube 生配信っていうね、ほぼ初めての試みで昨日今日とやってきたわけで、もう最終ブロックに来ましたよ、この4時台、はい、昨日のね、10時からやってきまして、うん、まあ、新製品が、7アイテムありまして、それを今まで、1,2,3,4,5,6 かな、うん、6まで紹介してもらいました、はい、で、まあ、事前に収録した分ですけどね。で、うん、まあ、ロケに行って、うん、いろんなね、お店さんを、まあ、訪問させてもらって、はい、代表社長のね、お話を聞きまして、はい、行ってきました。もうみんな協力していただきまして、ありがとうございます。今まで聞いてもらった方。で、まあ、これがもういよいよ最終ブロックになってきまして、はい、この1時間もね、うん、まあ、ロケ、商品説明一つ、はい、ロケが3本立てとなってます。はい、何やってんのよ、ほんまに進めてよ、もうほんまで、やってきました。皆さんどうですか、こう、見てまして。あ、ごめん、さっきもうカメラ変えて戻して、和田くんにして、うん、まあ、ここの場所はね、ショールームになってまして、このワークの本社1階がショールームになってるわけですけども、まあ、ここはね、基本お店さんにね、来ていただいて商談スペースとして使ってもらってね、で、いろんなね、商品の現物を見てもらって、ね、商談してもらえればと思ってますね。来たいっていうね、ユーザーさんもたくさんおられると思うんですけども、はい、だから、まあ、多分特に関西の方はね、はい、まあ、ちょっとね、お車をね、預けたり、チューニングしたりカスタムしてるお店さんとちょっと相談して一緒に来てもらう段取りになるというか、はい、担当営業の方に相談してもらってね、そうですね、まあ、ちょっとね、ちょっとこの1週間でまた世間の状況もどうなるかわからないですし、そうですね、ちょっとね、そう簡単に動き回ることもできないかもしれないですが、またちょっと、ね、落ち着いた時には、うん、皆さんね、よろしくお願いします。ということでね、新商品の声裏返してるよ、もうあんたのせいや。新商品最後のブロックに来ました、はい、ね、まあ、これは事前収録中も、ちょっと今ちょっと説明させてもらいます。ホイールガーのエクストラップブランドね、うん、03HC っていう商品でして、あれでしょ、まあ、今回は、うん、まあ、新商品というわけじゃなくて、うん、電子カメラ変える、03HC にサイズ追加ね、サイズ追加、そう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 、こちら、うん、今までは16インチ、17インチのね、6.5J のいわゆる、ハイエースのノーマル車高でも入るサイズしかなかったんですけども、今回ね、ちょっとノーマル車高では入らないサイズで作りました。18インチの 9J のプラス20、はい、で今そのハイエースを見てるとね、はい、まあ、25mm フェンダーが主流なんですよね。ああ、オーバーフェンダーですね。そうです、そうです、かっこいいですね。かっこいいです、かっこいいです、うん、で、まあ、みんなブロック入れてローダウンしたりとかしてまして、はい、それにそのままパシッと合うサイズで作ってます、はい、その 25mm フェンダーで、合いますので、はい、ハイエースね、はい、乗りのユーザーさんはね、うん、ちょっとこれ候補に入れていただくと食べます、うん、もうハイエース乗ってね、こうタックしていただければ、タックでタックしていただければ、ま、タックすぐ言うやん。いや本当に今までのその16インチ、17インチと違ってね、リムも深いですし、はい、そう、これリム深いんですね、うん、JC ちょっと変えてカメラ、うん、んリムがすごい、これぐらいリムもある。装着画像もあるけど、です。あ、装着画像出して。出してよ。うん。ほら、リム深いでしょ、これ、うん。はい。かっこいい。かっこいい。いいね。うん。装着出せる、うん、そうそう。これが、CRS さんにね、はい、車をお借りしまして、はい、これがね、ちょうど 25mm フェンダーなんですよ、これが。はい。いいね、うん。かっこいいですね。もう後ろすごいタックしてます。
タック。いや、あれはしてないやろ。してない、してない。かっこいい。はい。で、まあ、あの、このハイエースで 25mm フェンダーつけるとか、うんうん、今からつける方がいましたらね、はい、あの、ぜひこの 031C をよろしくお願いします。はい、ということでね、ロケの VTR、ラスト3本になりまして、はい。ね、うん、さっき言います。はい。このドロップスさん、うん、ちょっと長いです。長いね。長い。長い、ね、長い長い。面白い。うん、もうね、これはね、もうもう一生懸命聞かなくてもいい。うん。なんてこと、うん、一生懸命聞かなくてもいい。なんてことを言うんだ。もう全然、ちょっと。もう楽な気持ちで見てください。流す感じでね。うん、はい、流す感じで。はい、VTR 行きましょう。はい。はい、ドロップさん、お願いします。はい、ということでね、ドロップさん、やっていきましょう、ドロップさん。行きましょう。行きましょう、86。もうね、ディスプレイしていただいてますよ。かっこいい。早速ね、下野社長にお話聞きましょう。行こう、行こう。はい、はい、ではね、はい、ドロップさんにやってまいりました。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで、はい、下野社長、はい、まずちょっとね、軽く自己紹介と、はい、ドロップスさんのね、店舗の紹介を見せてもらってもいいでしょうか。はい、皆さん、こんにちは。はじめまして、ドロップス代表、下田拓と申します。うちの店は、主に、板金と塗装を中心にやっておりますが、まあ、こういうレーシングカーを作ったり、はい、チューニングカーを作ったりカスタマイズしたり、うんうん、まあ、いろんな分野で一応業務はしております。うん、従業員は僕と僕の奥さん、愛する奥様、はい、2人で。ああ、そうなんすか。はい、すげえ、すごいコンパクトよ。すごい、だからもう何でもやっちゃうの、仕事さん。まあ大体何でもします。まあ、メインは板金、塗装で、チューニング です、ね、ですごい。で、そのドロップスさんと、うん、そのワークの付き合いってどんな感じから始まったんですか。それは、はい、はい、なんでか私がここにおるかっていう話ですよ。いや、そうなんですよ、僕気になってて。すいません、もう我慢できひんから喋ります。はい、ですね、はい、10年ぐらい前、はい、私まだこのワークの社長になってない時、はい、何も役職ない時、はい、平社員&海外の営業部のところに属しておりまして、はい、ちょうどね、多分あの時中東やったと思うんですよ。ああ、そうです。アラブ人系の方のお客様が来られてて、はい、日本に、はい、で、志村さんのこのドロップスの近くにうちの堺工場がありまして、組み立て、うん、すぐ近所なんですよ。で、近いんですよ。で、そこに工場見学行くのに、はい、前通っちゃった。ほう。そしたら、はい、地録があって、うん、足元にエクイプついてて、通り過ぎたのに戻りましょう。はいはいはい、戻って、すいませんってちょっと車見せていただきますって言ったのが初です。そういう飛び込みいう感じですね。そう、ワークで入ってワークに入社して、はい、初めての飛び込み営業。すげえ。すごいな。すごい。それがきっかけなんですか。それがきっかけでお話しするようになっちゃったんですけど、うん、私ずるかった。先にも下田さんがあの時ずるかったっていうのを今察知して先に言うけど、それがですね、ほら。まあ、こういうレースカーを店の前にまあ置いてたら、はい、大体まあよくまあこういうちょっと好きな人はね、ちょっと車見せてくださいとか、いう写真撮っていいですか、写真撮っていいですかとかね、はい、まあ、小学生とか中学生から、はい、はい、で我々中年世代から、はい、大体そういうまあ声掛けはよくあるんですけども、うん、まあ、僕もなんせね、一人で仕事して作業やってるって、はい、で、まあ、その当時もう10年ちょい前ぐらいですもんね、うん、わかったいうのもあって、はい、まあ、無限にしたらいかんなとは思いながらも、どうしてもこう、はい、ちょっとイライラっとしてたり忙しかったりしてたら、はい、どうぞ好きにとか言うっていうパターンが大体だったんですよ。あ、はい、で、まあ、当時その、ね、社長来た時とかも、うん、なんか察知し感じるものがあったんでしょうね、うん、いつもやったらどうぞで終わってたんですけど、はい、
あ、ぜひ見てくださいみたいな感じで、説明いたしますみたいな感じのおもてなしを受けて、たまたま。へえ、すごい。偶然よ、偶然。怪しい外人連れてるおばちゃんが また、はい、うずうずしてたと思うんですけど、ホイールとかいいですねとか言いたかったところを、はい、全然ホイールに触れずに、はい、最初で、まあ、車どんなんであんなんでって言って、で、そのね、一緒に連れてはった外国人の方がすごい好きやったみたいで、はい、でこれすごいとか言うて写真撮って、で、あ、このホイールいいですねとかちょいちょいなんかこう間挟んできて、はいはい、でしょっていうような感じ で、まあ、僕もね、やっぱり869車言うたらやっぱこのフカリムで、はい、あのこれがもうこのスタイルがどうしてもやっぱ僕も気に入ってるもんやから、はい、やっぱそういうのも好きでワークホイールをつけてたんですよ、はい、それもしっかり説明を受け、説明を受けて、はい、へえ、ほんでから身分明かし、そう、最後の最後に、あ、申し遅れましたって言うワークです、え、あ、詐欺みたいなことしちゃって、ずるずるずる最後の最後よ、え、もうびっくりしたでしょ、ね、このぐらいはじめまして、ワークですと入ってないんですか。もう近所のおばちゃんが外人が好きや言うから、ちょっと車見せて言って入って、そんなことありますで聞いていたら、完璧にワークホイール そのリムが取れてとかっていうことを言ってくださるわけですよ、はいはい、私に。はいはいはい、はい、だからワークと知らんワークの人とは知らずに、知らずに一生懸命この深さがいいでしょとかね、はい、でもすごい話で、たまたまたまってことですもんね。たまたまですよ、たまたま。へえ、すごくな、うん、で、あの優しく説明してくれたもんだから、はい、ワークのことも、はい、もうあの身分言っても大丈夫、あの喧嘩にならへんとかね。よかったよ、ずるいわ。もう違うホイールとかつけてなくて。いや、そうですよね。で、誰かうちの営業来てますっていう話から、はい、いやいや、もううちみたいなね、小さいそういうね、車とかは来ないですよっていう話から、もう次の日ぐらいに、次の日、そう、いや、もうすぐ担当行かせますって言って、あ、そうなんだ、すごい話。へえ、でも次の日に行ってくれたんですよ。へえ、たまたま。それも珍しいっすよね、そういうパターンで取引が始まるって。まあ当然ね、僕らみたいに営業がそういうふうにこう飛び込みとかで行くことっていうのは、うん、まあ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 、うん、あの全然ざらにある話なんですけど、うん、そういうパターンで聞いたことないですね。たまたまやね。で、また同年代なんですよ、下田さんと。え、同年代。あ、そうなの。奥様。え、僕の妻と、はい、僕と、はい、社長と、はい、もう同級生で。え、やっぱ。そう。もうあれですね、同じ星の人ですね。はい。だからこう、あれやね、ベクトルあったベクトル、そうやな、だからそう、うん、もうなんか周波数というかテレパシーが全部一緒で、そうっすよね。もうだからあの同じ世代でというか、同じ環境というかね、文化の中で生きてきてるから、ね、引き寄せられるものがあったというか、うん、でもまあ見れば見るほどあなたの顔がスポック船長で、その星とか言うからだからもう差し絵出してね、差し絵出してね、よく似てるの横顔がね、こっから見るとたまたま今日のカリスマですよ。いやいやそうそう、そうなんすか、すごいあのつながりが、そう、まあそれでまあね、あのキーマンをって話もよって、はい、まあ、今でもだから年一ぐらいご飯食べに行ってますね。あ、そうなんですか、あのご夫婦。へー、でも仕事の話はもうないねん、そこにはもうだからそこはやっぱりこう年代が一緒やから、やっぱりこう重なってくる話だから、同じ星の同窓会みたいな小学校の時何見てた、あられちゃんとかね、そうそう、なるほどね。いや、それ面白いですね、確かに。そうそうそう、最近どうみたいな、あ、子供ら元気みたいな話、仕事の話じゃなくて、それが一番いいですね。でもっていうあのお付き合いを。そうなんですね。いや、まあ、すごい。で、何年か前に社長に就任されて、はい、おお、ええ加減ね、僕みたいなこうね、まあ、僕も小さいけど、何言うの、小さいけど、ちっぽけな人間相手してくれへんかなって思ってたんやけども、あれ、ぜひ行きましょう。あれ
お祝いもしてもらって、就任の時に。あ、もうそうか。ご夫婦、ご飯ごちそうになったりとか。ええー。だから普段行かへんところをね、そう。これも背伸びして。社長と一緒に食事行けんのに、そんななんか焼き鳥やとか何を言ってんの。それはもうね、もうシェフがやってくれるかな、鉄板のステーキ。いたね、いたね、あの煮込み方ね。そうなんすか。そうですよ。もうだいぶ背伸びしとったね。で、ごちそうになって、おいしかったわ、ごちそうさん言うたっていうね。まあそういうつながりで、まあたまたまですわ。そう、たまたま ね、うんある縁って、すごいですね。だからですね、だから社長がその、まあうちの社長が来た時に、はい、もう、あ、まあどうぞっていう感じやったら、多分こうなってないですね。ない、絶対ない。多分もう、喧嘩するから、喧嘩するっていうか、あ、嫌われてるから名刺も出さんとありがとうございましたって書いてたかもしれん。かもしれんね。まあ、別にそれが悪いわけじゃないし、うん、そうすることがね。うん、そう、まあ、なんかこう、ね。引き寄せが合ったんですよ。そっちしたら、社長。だからそれからね、やっぱり、うん、ずっと、まあうちもやっぱりお客さん新しいホイール、アルミホイール買おうかなと思ったら、はい、ね、私のね、あの残像がね、邪魔するちょっと思い浮かぶんですよね、社長も。売ってよなんかあの、そんな気がします。はい、出てきそうっすもん、確かに。お客さんね、ワークホイールどうですかっていうね。あ、でも完璧ですよ。私が本当に初めてお会いした時に言っていただいた、うん、リムの深さが取れてね、うん、なんていうそのトークが本当にワークの強みのところをちゃんと言っていただいてたので、じゃあもうそれを多分まるまる言ったら、あの商談に使ってもらってるってことなんで、ありがたい話ですね。なんか一人邪魔してきてる人が。おい、全身どうした？何どうしたん？休憩じゃない。回ってるから仕事して。見たかったんですよ。見たかった。あ、そうやそうや。こんな、あの、無駄話は、あの、ね。まあ、さておきね。さておき、ちゃんとこの86について、まあ、下田さん、ちょっとトークしちゃってくださいよ。うん、この86。JC が我慢できひん。すいません。何に使ってるかとか、ね、ちょっとなんか、エンジンの説明とか、ちょっとしてもらっていいですか？まあ、この車は、はい、一応その、いわゆる N2 仕様っていう形になってまして、うん、はい、僕もは、縁あって、その、某ホットバージョンの N2 レースに、はい、まあ、何年ぐらい前かって言おうかな、まあ、もう何年か前からちょっと出させてはいただいてるんですけど、一応、車は N2 仕様、はい、で、まあ、ホイールカラー。こんなホイールからやね。確認されました。マイスター15インチですね。はい、でサイズは、9.5J の、オフセットはマイナス20ぐらい。すごい深いですもんね。かっこいい。でこれはね、一応その当然 N2 レースなんで、はい、スリックタイヤ履いてるんで、はい、幅がね、やっぱだいぶあるんですよね。はい、タイヤ表記で言うたら、250585R15 って書いてあるんで、まあ、まあ単純に幅250ぐらい幅はあるんで、っていうところで、9.5J。 すっげえ、すごいですね、ディープ深い、深さがね、たまんないですよね。やっぱりあれですか、先ほどの話にも出たように、このやっぱりワークのこのフカリムっていうのはなかなか譲れないですか、そこは。そうですね、まあやっぱりね、まあ厳密にやっぱりコンマ1秒とか荒らせてたら、はい、そのホイールの軽さだとか、はい、入りのね、洗浄、はい、も大事とは思うんやけども、はい、やっぱり昔ながらの僕はこのスタイルで行きたいっていうので、まあ、ありがたい話やな、もう泣けてくるな、うん、まああんまりね、言えないけど N2 決戦出てる N2 車両で、僕のホイール装着所は僕と、もう一人関東の486ショップ、はい、まあ、それも有名ですよね、はい、まあ、今残念やけどもこの2台ぐらいかなとは思うんやけども、まあそれでもね、やっぱりどうしてもこれで結果を出したいなっていうのでずっと続けてはおるんです。ありがとうございます。ぜひぜひお願いします。ぜひよろしくお願いします。残念ながら僕の力が及ばず、まあ、いい成績なかなか残せないところなんですけども、耳が痛い。でも嬉しいですよね。それでも履き続けていただいてるっていうのは本当に嬉しいですよ。そうなんですよね。
すごい綺麗に手入れしていただいてるんで。そうですね。真っ白やもんな。いや本当に。やっぱりね、使ったら外して綺麗に洗ってで、あのみたいな感じで。ああもう、ね。これもう社長の人の良さがもう。ベルトしみれてる。車が綺麗。そう。とにかく。今日はね、まああのこうやって撮影していただけるっていうことで、はい、まあ、あの車にはつけてますけども、はい、今はやっぱり外して、はい、はしてます。すごいっすね。ありがとうございます。これってこの車馬力的にはどれぐらい出てるの？これも大体まあ約200馬力。へえ。まあいわゆる 4AG 16馬力で、はい、まあ排気量は上げてます。まあ1750cc まで排気量上げて、一応まあ N2 も N2 のレギュレーションあるんで、はい、規定の中では一応作ってますけども。車重がだいたい800、今これで15キロぐらい。815キロ、軽い。それで200馬力。そうですね。ルーフも変わるんですね。ルーフも。あ、ルーフはあの音が聞こえます？ドライカーボン。ドライカーボン。すげえ。すごいな。もうジェシーあれだ、86大好きだから。大好きです。興奮しちゃう。興奮しちゃう。すごいっすね。そんなに軽くできるんですね。いや、まあでもね、やっぱまだ軽く車もいてますよね。え、まだ軽くですか？ちょっとまだ重たい方なんですけども。そうなんですか？まあ一応その最低重量も決まってるんで、はい、それより軽くなったら重り積むっていう感じなんですけど。あ、その限界というか。そうですね、重り積む方がやっぱり重量バランスも取れるからいいんですけど、はい、僕の場合は、バラストなしの815kg を持ってます。すごいな。そうですね、かっこいいな。そうですね、もうでもこれも僕も20年以上乗ってるんですけど、もともとはナンバーついてその辺待ち乗りしてたんです。あ、そうなんですか。もともとからこのレース仕様じゃないんですか。そうなんです。これがね、初めて買った A8。 え、すごっ。僕はもう、僕も車始めたの遅かったんですけど、みんな大体ね、18歳で免許取って、まあ免許取ってからですよね。まあ、僕の場合は、20歳ぐらいで初めて車買って、まあ、その時は A12 FF なんですけど、はい、A12 買って、ですぐ半年ぐらいですぐ廃車になって、で次に A101、はい、その後ですね。その後買って、はいはい、でもその A9 に乗ってる時から A86 が欲しかったんですけど、その A92 でよく故障してたんですよね。でなかなか自分でも直せんし、まあ、お金もかかるから、やっぱりまあそれより古い車だったらまた修理代がかさむとかいろいろ考えた結果、 A92 か新しい方に行っちゃって101に、まあ、101も 4AG でしたか。そうですそうです。 FF なんですよね。はい、まあ、1年ぐらい乗ってやっぱり A86 欲しいっていうのでその A101 を売って買いました。当時60万円ぐらいだったんですかね。安っ。安かったんですよ。今60万で A86 取ったら買う。え、もう無理やろ。ない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 。絶対ない。多分箱だけでも60万くらいするんちゃいます今やったら。今高いな。そうっすよね。値段上がってますよね。めっちゃ上がってるよ。でも新車価格より高いもんね。そうですね。そうですね。プレミア話せないよ、この車も。え、その、近社長が見た86もこれってこと？あ、これ、もうこの、大体この状態になってました。あ、はい、それにエクイプをついて。そうなんですか。いや、すごない？すごいよ。当時これがすごい。だからこの子が引き寄せてくれたようなもんですよ、結局。すごい、かわいいなぁ。かわいいなそれ世間にあざといって。いや、すごい。そうなんですよね。すごいな。すごいな。まあ、だから、愛着もすごいあります。そうですよね。もう手放せない。ずっと多分いてるんだと思う、この子は。下田さんのそばにね。すごい。いや、もうなんかいろいろ偶然、その、ね、堺工場が近いこともあって、で、社長同士と奥さんと同い年というのもあって、そう。そんなことないよ。ないね。うん、だから、その、縁結びのちょっと力を借りてですね、うん、はい、次行くとこ決まってるんやな。そうなんです、次、ちょっとお恥ずかしいんですけど、はい、次行くとこ決まってないんですよ。決まってない。なんか行きたいなちょっとどっか、マジ
呪術つなぎ的にちょっと紹介、そう、あの、うん、紹介してもらえますか。もうだって社長がこの人やったらっていう、あの笑っていいともシステムです。はい、そうか、ちょ、お友達紹介のコーナーで、そう、なんかね、あとちょっとこれだけわがままですか、はい、できれば近隣で、めちゃくちゃわがままで、できれば近場で、はい、大体ね、僕友達いてないからね。そんなことないでしょ。そんなことないでしょ、こんな縁があるの。そう、絶対なんかあると思う。絶対なんかある。はい、ビンビンして、ビンビン、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。最近ね、老眼でさ、何を言ってるの。あ、もう携帯見えません、スマートフォン。ないですか。ない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 。なんかちょっとあかん、同い年とか言いながら、でももうなんかあの、あかん、その老化現象やめとこう。ワークとつながりのある、そうですね、まあ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 、ワークとつながりがあって、はい、で近場、近場、はい、ここ堺市なんやけど、はい、堺市で、はい、でこれ同級生、うん、おる一人だけいてますね、これがまた、おるやんか、ちょっとここ浮かんだわ、うん、いてはるんですか、一人、いてるんですか、いてますね、リンリンしちゃう、リンリン、でもね、電話出るかな。もでこれ出て、これ出る、出たらやっぱり何かあるってことよ、はい、ねえ、そういうことですよね、はい、これどうか。行きましょう、行きます、行きましょう、はい、ちょっと携帯ぼかし入れてね。イエーイ、これ電話します。あ、オッケー、出てくれるかな。もうなんかドキドキやな、タモリさんってこんな感じなんかね。ぼかしなしでも大丈夫。もう出てくれるんですか。あ、毎度毎度、マイクはご無沙汰っていうか、昨日おったね。昨日おったよ。昨日ね、ドリフと一緒にちょっと練習つけた。あ、そうなんすか。そうな、昨日の今日やけど。マイク、今、店おるかな。店、おるよ。あ、いてる、うん、暇やろ、どうせ。そりゃそう言うでしょ。今さ、ちょうどあのワークホイールの皆さんちょっとうち遊びに来てくれてて、田中君、田中君、そう、それ、はいはい、田中君なぁ。え、かんなに、いや、田中君だけじゃなくて、うん、田中さんもおんね、田中さんも、田中社長もいてらっしゃるんやけど、社長もおる。社長やったらもう答えられへん。あ、まあ、いて、行かしてもらいます。ええかな。いや、ごめんなさい、こんなとこちゃいますよ。今から行かしてもらっていいですか。ちょっと、あの、古いけど。いいと思うちゃう、そこは。やろ。じゃあ、私たち、ワーク行っちゃってもいいかな。いいと思う。イエーイ。ということで、はい、B ウエストで向かいまーす。イエーイ。下村社長、ありがとうございました。ありがとうございました。バイ、こんな方、電話しまーす。はい、すぐ行きまーす。はい、すごい。これガチ、ガチやからね。これマジやから。マジマジ。これ今ガチやから。はい。よしよし。しょうさん、もうあのすごく楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございます。いろいろ聞けて。もうええの。はい。じゃあ。からのじゃん。いや、喋りたいません。もう社長、はい、あの、それはプライベートです。はい、大丈夫ですか。またあの、はい、ご飯でも。わざわざどうも今日はありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。はい。それでは、ビーウエストに向かいましょう。レッツゴー。さあ、いやー、もう最高、もう最高、ガチ、ガチでね、もうやっぱりなんか大阪の南のお店で感じ、ね、で、もうこう、田中社長とね、その付き合いもそういう感じで始まって、皆さんびっくりしたでしょ、この話、僕らもあの時聞いて、びっくりしたよな、マジで、ずるい営業。やばいです、やばいです、やばいです。いや、それで、その関係性が今まで続いてるっていうのがすごいです、本当に。ねえ、あの、お互い、こう、信頼関係が出来上がってるっていう感じですよね。そうそうそう。で、だって、皆さん、これ、ここだけ裏話ですけど、あれ終わった後、うん、速攻を、うん、あの、下田社長と田中社長が、次何食いに行くって話してましたから、店の前で。店の前で。奥さん含めね。そう。次、ほんま何食べに行くの、うん、カニ行こう、カニって言ってた。
ちょうど12月やったから、去年やったから、多分まあまあ、ちょっとまあ、あの状況もあれでしたけど、カニ行こうかカニ言うてましたよね。言ってた、場所も決まってた。決まってたんすか。決まってた。いやもう言ってたもん。あの日付だけやったの。あそこ美味しいとかあんねん。やばい。ガチやん。ガチ。で、本当に、あれ、下田社長に、うん、次のね、B ウエストバイさんのところを電話してもらったんですよ、ここで。あのね、そう、あれもすごいよね。またほんでバイさんがもうノリ良くてね、ノリいいとも言うてくれるし、ほんまに、ね、じゃあもうちょっと熱が冷めないうちに行きましょうか。次は B ウエスト、どうぞ。さあ、早速やってきました。来ましたね、 B ウエストです。はい、堺、はい、大阪府堺市やってきましたよ。はい、 D1 号も見れるんで早速中行きましょう。 GO!ということで、はい、ドロップス、うん、社長からの紹介で、うん、急に。やってみたな、ほんま。すいません。すいません。忙しい時に、ね。バイさんに声はかけようと思ってたんですけども、まさかこういう風に繋がるとは、ちょっと思ってなかったです。ドロップスからね。はい。ただからちゃん、ドロップスから、ね、そうです、うん。はい。すいません。ということで、バイさん、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら、見てる皆様にね、ちょっと自己紹介と、B ウエストさんの店舗紹介としていただいていいですか。株式会社 B ウエスト代表、バイ、カジラと言います。皆さん知ってる通り、今 D1 ドライバーをやらせてもらってます。はい。はい。スリーサイズですか。ああ、違う。あの、ショップで主に。ショップの紹介ね。はい。はい、ショップの紹介、まあ、主にね、はい、こんな感じの車。はい。ばっかりではないんだけども、はい、別の車もあんねんけどね、うん、主にこういう、ちょっと、レーシングカーとか、はい、あとはもう、ワゴン車、ハイレース、はい、ワゴン、はい、全般に、うん、じゃあもう幅広く。幅広くやってます。もちろん、ホイールはね、はい、ほとんどもう、ワークさん。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか分からんけど、B ウエストイコールワークみたいになってるから。ありがとうございます。まあ、もう、ワークホイールばっかりの車が、うん、全部。そうですね、ワーク多いですよ。なんかね、ありがとうございます。ブラジルもかっこいいしね。ありがとうございます。はい、いいですよ。いや、なんか言わされた雰囲気になってません。大丈夫ですよ。違う。それじゃ今が違う。思いますか。すか言わされてない。まあね、そのまあワークとね、はい、リーウェストさんのつながりというのは、はい、それで何年ぐらい。今からね、でもね、田中君はもう入る前だと思うよ。あ、はい、そうですね、はい。うん、だから。20年弱。え、すげえ。田中君の前のね、担当者の方から、はい、ずっと一緒なんで、はい、まあ、最初だから KF から S1 号が始まった、はい、あの時、平成11年、はい、12年に S1 号買ったんで、はい、13年ぐらいから、平成13年、12年ぐらいから、はい、なんかほんまに20年。20年超えてると思う。うん。わ、すご。長い。そうなんですか。うん。で、まあ、ずっと、まあ、そこから、D1 も。D1 出てね。はい。で、ちょっとだけやめて。はい。ちょっと VIP 系に移行したりとか。はい。しながら。あ、そんな時期もあったんですか。へぇー。一時、その、VIP カーに乗りたくて。あ、その、シルビアとかから急に。はい、へぇー。もちろんシルビアを持ちながらね。はい。で、ビップカーに行きたくない。でもやっぱりこう、また D1 に出ようと思って、またそこからシルビアに乗って、へぇー、1号から次180変更。その180がずっとこれなんですか。ずっとこれ。へぇー、そうなの。事故しても直して、だからもうみんなの協力のもと、事故してももう半分で切ってもええぐらいの勢いで、これもうついこの間フレーム切ったの。あ、そうなんですか。そうなんですか。違うドナーを見つけて。まあ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 、そうですよね。はい。臓器移植というか。そう、だからこの間、要は YouTube に載ってるエビスとか、はい、もうぐちゃぐちゃになってるけど、はい、あの1週間後には、すげえ。ここまで綺麗に。人間は治るけど、車は治る。名言出ましたね。名言な。さすが。それは治せる人が言うから、うん、治る。いや、僕は治されへん。周りに助けてもらってというか。頼むね。頼んで直してもらうと。あれ、あめあいつって。いや、すごい。どんな事故でも直してもらう。愛着あるし、ね、ああ、そうですね。うん。え、じゃあもう何年ぐらいこれ乗られてるの。これ、20、10
ええさ、15年は持ってるんじゃん。すごいっすね。すごい。もうリーガルライツ、はい、昔ストリートリーガルの前から持ってるから、はい、出てるからね。おお。だからだからあれですよね。ストリートリーガルっていうその大会ができる前のまあああいうイカ天とか。そう、もう間違いない。もうバトルマガジン杯とか。はい。BM 杯っていう。BM 杯から持ってる。すげえ。オーナー今ちょっとね、YouTube とかで調べたら出てくる180もこれなんですか。これ。そうなん、オレンジ。あ、そうなんすか。後ろはゲート上げに持ってるから、色は、裏はオレンジ。あ、そうなんすか。すげえ。へー。皆さん、あの、なんか YouTube とかで検索したら絶対出てきます。出てくる。すげえ。余計なのも見んでいいよ。他のは それだけは見てくれた。そこだけ見てくれたよ。そうね、もう、バエさんの走りはね、ちょっとね、それ見れるので、皆さん、ぜひチェックしてください。はい。でね、それでずっとね、まあ今もこのエモーション履いていただいてるわけですけども、はい、まあ、そのエモーションの、まあ、使うきっかけというか、まあそれはまあお付き合いもあったと思うんですけど。最初はまあ付き合いもあったけど、はい、最初はまあ KF かっこいい。はい。リム割りが好きやからね。はいはいはい。でも重たさよりも、はい。なんかね、そのリムがあって、はい。今どういうとってね、ホイールって乗ってる人間分からへんの。はいはい。ホイールって結局、まあ、あの時は生きてたから。わからず生きるから。はいはいはい。腕出してちゃうで。で、たら自分の車がガラス張りに来たら、ちょっと見てまうやんか。はいはいはい。かっこええやん、はいはいはい。そんな感じで、こう、キランとしたホイールで、リムがあって、はい、車が汚くても、ホイール切れかったら、車きれいに見える。はい、ああ、はい。人で、それで KF 履いていただいて。そういうとこまでおしゃれ足元からっていうのはそういうと思うわ。ありがとうございます。まあ、飯が好きやって、はい、KF 履いて、はい、それでドリートして、はい、そしたら次、まあ、だんだんもうレベル上がってくるからね、はい、次ちょっとこう、太いホイール履きたいから、はい、KF じゃ当たるからね、はい、どうしてもちょっとリムを縮めなら、はい、でも次もだんだん極みとか、はい、こっちの方になってくる、ね、はい、3ピース、やめて、あとまあ、本数もいるからね、はい、大会出たら。あ、そうっすよね。10本ぐらい持っていくのね。そんなにですか、うん、持っていく。はぁ、まあ、ちょっと軽い方やったらもう KF やめて。はい。そっからエモーションシリーズになってくるね。あー。もうそれでずっとはめていただいてますもんね。ありがとうございます。どうですか、あの、エモーションシリーズ。あ、でもいいですよね。春。ありがとうございます。一時前はいいけど、A1R も入ったかな。A1R なかったかな。はい、あ、もう、A5R できたって言って、はい。あ、軽いやん、これ、って言って。はい。これを、ずっと切って、そっからかな。で、その後も今 M8R に変わって、うん、これも、でも長いですね。もう3、4年は履いてもらってますよね。そうですね。これ、強い。ありがとうございます。あ、ほんとですか。うん、まあ、タイヤは重たいんでね。あれで、ホイール軽いし、まあ、見た目も、車になってるし。ありがとうございます。M8R もそうです。初期から、もう入ってメッシュ系は初めてやってるけど、どうかなと思ったけど、あ、いいんじゃないかと。いや、いいですね。うん、あの、ボディカラーと、ね、合ってる。合ってるし。この、まあ、ディープはね、ディープ感が。いいですね。このワークって言ったらもうディープでしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。しか、もうイメージがね。でも結構断面とかにはエモーションほんまこだわってやってるんで。ね、あの落ち込みがね。はい。まあまあ、中にもね、FF の人もいてるから、はい、まあ、好みもあるけども、はい、僕としては FR 乗る以上は、こういう。ああ、そうですね。リーク。リーク。リークだよ。リークです。はい。ありがとうございます。あ、リープ。リープ。リープやからリープ。はいはい。こう、へこんどったら、下見えへん。ああ、はい。へこんでる。分が出る。ほら、頼むで。放送できるかな。大丈夫。まあ、そうしたらね、ちょっと今も、ボンネット開けてもらってるんで、はい、ちょっとエンジンルームの説明とか、エンジン。ここはね、皆さんちょっとね、ドリフト好きな人は、でもね、すごい必見やと。まあ、最近でもこの SR、もう去年、はい、2020年、はい、もう何台かこの SR20VE っていうエンジンがね、はい、ちょっともう結構主流になってきてる、はい、んで、はい、今年はね、はい、ちょっとまあいろんなコンピューターとかモデファイしたんで、はい、ちょっとみんなとは違う VE がまた出来上がってる。おお、すごい。去年とは違う。
あれですよね、やっぱあの今 D1 とかってね、2JZ とか。もう6気筒がね、うんうん、主流なんですよね。はいはい。その中で4気筒やけども、4気筒で D1 で多分ね、3台か4台しかいけない。去年ちょっと外人さんの、なかったからね。はい、これなんか。出場はなかったんで。ああ、はいはい。あの日本人だけやったんでね、ほとんど、はい、だからこの4気筒っていうのはね、もう珍しいから、今年もこの4気筒で。こだわりの。こだわり、もうこれこだわり。いいですね。これ今何馬力ぐらい出てるんですか。これはでもね、少なく言えば700。4気筒で。かっこよすぎね。4気筒で。そんな出せるんすか。出せます。これ最高で、もう大きいタービンつけて、はい、まあ、このエタノール、はい、ガソリンも変えれば、はい、1000は行く。あ、そうなんですか。そんな行くんですか。やば、すごい。究極のだから本当のフルチューン、すごいっすね。いやもうだからそれがバイさんのこだわり。ただこっちが切実なこっちの問題が。今年まだ、あれ今年の頭に、我が国企画書を書こうかなと思って。ああ、そういうことですね。内緒や。まだ僕はちょっと聞いてないことにしておきます。聞こえてるっちゅう。あ、聞こえてる。もう、社長言ってるからね。はい、もう、後で直接話してもらえれば。初めて見たか、初めて会ったから。あ、今日ですね。思ったよりピッピンさんや。いや、そんなんで安なりませんよ。早い。あかんかったっすね。大阪の人間やった。もう完全に大阪のノリでしょ、今。わかんない。いやー。うまいこといかんもんすね。めちゃめちゃおもろい。めちゃめちゃおもろい。なんか難しいな。まあでもね、自分のこのできる範囲で、はい、ちょっと4気筒ね。いやいや、もう本当今後にも期待してますよ、マジで。2021年もそしたらちょっと参戦計画があるわけで。あるわけで。はい、うわ、めっちゃ楽しみ。うん、皆さんね、ぜひバイ選手を応援しましょう。はい、よろしくお願いします。応援してくださいよ。はい、もちろんあのスポンサーもどしどし、はい、どしどしお待ちしております。ここに、ね、ここに電話していただけど、メインはワークなんでちょっとできませんけど、はい、ありがとうございます。メインはちょっと譲れないんで、はい、ありがとうございます。もうありがとうございます。ありがとうございます。もうワークのステッカー貼って帰ろうか。もうワークの社長さんの名前書こうかな。さ、サイン直筆、直筆、うん、直筆して帰ってもらいましょうか。あの息子さんですかって違うと言われた。はい、あ、同じ田中ですけど血は繋がってません。はい、ありがとうございます。というわけでね、今日はあの、はい、B ウエストバイ社長にお話を、はい、まあ、こんな聞くことができました。いやいや、もうこんな急遽ですね。いや、急遽、本当にあの突然すいませんでした。ほんまかいな、すいません。いや、もうでもバイ社長やから多分もう、はい、ほんま対応していただけたらと思う、はい、ギャランティーが出ないとしないから。すいません、すいませんでした。はい、時間がね、見ないの、時間あ、ない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 、ロレックスあるやん。いやいや、まあまあ、た普段はつけてはりますよ、普段は。言ったあかんって。知ってますよ。言ったあかんって。知ってますよ。あが、面白い、めっちゃおもろいな。はい、まあでも、はい、今年もよろしく。はい、今年もよろしくお願いします。お願いします。はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、めっちゃ面白い。いや、もう、なんなんこれ、もう。下田社長に引き続き、バイさんも。ほんま。バイさん。もうすごい面白い。収録中に急に社長になんか色仕掛けし始めるし。ペッピンさんって言われて。そう。騙されません、バイさん。さっきは。そんなんで安なりませんよ、ね。いや、おもろいよ、もう、あの、バイさん、ありがとうございました。ありがとうございました。急な、いやいやいや、急に行かせてもらって、ね、本当に。ありがとうございます。ちゃんとロレックスしてたからな。見えてたね。見えてたよ。見えてた、見えてた。うん、ね、今年の活躍もね。そうです。なんか、まあ、ね、まだ好評になってないですが、うん、話は僕も聞いてるんで、はい、参戦はされると思うので、ね、はい、本当にバイ選手に期待しましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、面白かった、ほんまに。面白いよ。ずっと笑ってたもん。ほんまに。
あの、まあ、あれ一日で行きましたけど、はい、笑い疲れたよね。いやもうあの日ね笑い疲れましたよね、マジで。バイさんの店出てからの帰り疲れたなぁ。無言やったよ。でもなんかあのこう、なんやろ、満足を得た後のこの疲労感、疲労、もう喋り疲れね。めっちゃ面白かった、バイさんの喋り疲れ。ありがとうございました。長かった、はい。ありがとうございます。では引き続き、もうこれ最後になるのかな。はい、もう、はい、そう、この新春スペシャル、2日にわたってやってきたこの最後。うん、また東北行って、はい、あなたのお兄さんが。はい、またっすか、はい、心配やな。連れてくれました。ちょっと待ってよ。自分の車映ってるやん、自分の車。誰の車？君の車や、君の車。誰の車？君の車。ダメや、あんなとこ止めんの。かっこいいな、俺の車。出た。はい、ということでね、次はその、はい、東北ですかね。はい。J ラインさん。はい。これもね。マイスターですよ、この方も。あ、そうなんですか。あ、そちらであの、田中社長にね、はい、時に行っていただいたので、早速見てみましょう。どうぞ。こんにちは。大阪から北上して、宮城県仙台にやってきました。紹介します。大阪営業の田中ではありません、仙台営業所の渡辺です。田中の兄貴の渡辺です。よろしくお願いします。今日はですね、はい、J ラインさん、はい、スーパーローダウンマイスター宇治家さんでございます。はい、彼に、はい、ちゃんとローダウンしてスーパーかっこいいのにどうしてちゃんと走れるのっていう、はい、そこのあたりの、美学と機能性を追求した彼のこだわりをちょっといろいろ聞きに中に入りたいと思うんですけど、はい、いいでしょうか、鍋さん。はい、大丈夫です。じゃあ早速呼んでみますか。はい、社長、いらっしゃいますか。はい、どうも。こんにちは。こんにちは、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、では早速あの中に入って宇治家さんに全ての秘訣を教えてもらいましょう。行きましょう。はい、どうぞ。はい、じゃあ早速お話を聞かせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの車のジャンル問わずちゃんと走れて、はい、なおかつかっこよいローダウンしてねベタベタで血を這うようなスーパーローダウンで、はい、この両立することに命かけてこだわりかけてるっていうようなイメージが私の中でもうどん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 妄想を広がっていってるんですけど、はい、正解です？当たってます？まあ、うん、そうですかね、はい、どう？ちゃんと、ね、ちゃんと言いなさいよ。まあ、僕ら、ね、ユーザー時代から僕は知ってるんで、うん、まあ、しかも、ね、J ラインっていう名前を立ち上げた時にアクセルの元祖ですから、そうやっぱりその車高を下げるっていうところではもうマイスターですよね。でしょ。はい、うん、まあそう、まあ当たり前にやってるだけなんですけどね。でもね、宇治家さんの当たり前は多分あの皆さん他の方っていうかそれの世界を知らない方にとったら斬新で、うん、多分当たり前って思ってることが実はあんまり当たり前じゃないのかも、うん、知れないと思うんですよね。まあ、随分まあ前やり始めなんかの時はね、うん、まあ、あんまりいなかったんでなおさらちょっと目立ったとこもあったんですけど、まあ、今はそんなにね、うん、まあ当たり前って当たり前ですよね今。いや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 、いやでもそれを実行するにあたってやっぱりいろんな武器になるツールっていうものをどんどん陣営さん持ってはると思うんですけど、うん、その武器をちゃんとちょっと見せていただきたいな思いません？はい、ですね、ですよね、ですよね。現物を見て、はい、現物を見てあのちょっとそこにこう説明していただくと、うん、はい、ありがとうございます。宇治家さんのこだわりがその説明の中にチャッチャッチャッと入ってきそうな気がします。なんか、うん、まあそうですかね、うん、はい、と思いますので早速じゃあツールを見せていただきましょう。はい、ね、J ラインといえばやはりアクセル、リアクセル、はい、はい、ですよね、うん、じゃあちょっとそのあたりちょっと昔から知ってるなべちゃんいろいろ聞き出してみてよそうですね、うん、お願いします。まあそもそもアクセルとは何ぞやっていうところです。アクセル、まあそうですね、まあ例えば軽自動車とかあの普通のこうギアの
あの軸って言ったらですね、うん、まあ、タイヤがこうついてこの軸になる部分なんですけど、そこでなんかあの車の、まあ、軽自動車とかコンパクトカーとか、うん、その辺のあのそう 軸となる部分って、まあ、単純なんですよ、うん、あのセダンとかと違ってこうアームがこういっぱいこうついてこうついてとかっていうんじゃなくて、一本の軸にタイヤがボンってついてるっていうあれなんで、それをまあローダウンするバネがこうバネで、それをまあ短いバネにつけたりとかしてまあ下げるっていうやり方なんですけど、どうしてもやっぱあの車の構造的に限界がある、限界があるんで、あのもうアクセルの方で、アクセルっていうかその軸の部分であの車高を下げちゃおうっていう発想ですよね、うん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 、プラスあとこう真っ直ぐなんですよ、はい、やっぱこうドレスアップってこうハンバーがついてハの字になるみたいな、ああいうスタイルをみんな求めるんで、うん、まあ、それもプラスアルファで、あとやっぱりホイールですね、太いホイール履きたい、うん、深いリブが履きたい、はい、枠さんのホイールみたいな出てきましたホイールの話が、はい、ここですね、出てきましたそういうホイールをやっぱりどうしても履けないんですよ、うん、オーバーフェンダーにしたりとか、うん、そういう風なこうじゃないとワイドリムが履けないから、うん、そのアクセルの方で、まあ、単純な発想ですよね、軸を詰めればいいじゃんみたいな、うん、詰めれば、まあ、トレッドを狭くすればあのボディはそうなんで、うん、スペース確保ですよね、当然深いリムが開けるっていう、うん、あのあれなんですけど、まあ、そういうパーツ、うん、で、まあ、まあ簡単に言えばそうなんですけど、まあ、それをこうまあいろいろなんだろう、軽自動車からコンパクト、あとワン、うん、ミニバンまで全部ね広げていって、ね、どの車にもこうつけられるようにっていう、うん、すごいですよね。なんか魔術師みたいな、うん、スペースをどういうふうにこう確保するのかとか、うん、こうスクロールっていうのかな、なんていうの、うん、その可動域をどれだけ広く確保するのか、それを簡単に外側に外側につけるんじゃなくて、根本のところでやろうとしてるのがもう整体師みたいじゃない、うん、ちょっとなんかこう体幹のところから変えちゃおうという発想でやっちゃったってことでしょ、うんうん、そうですね、ね、それでワイドホイールを履かせるっていうのがジュニアさんの始まりですよね、うん、やっぱりね、深いリブ履く、まあ、フロントはまあしょうがない、まあ、知れてるホイール、あ、ホイールっていうかサイズしかありないんで、うんうんうん、やっぱり後ろですね、後ろはやっぱりドーンとこう深いっていうか、ね、バケツみたいなホイール、バケツみたいなです、出てきましたディープリム確かに確かに、まあ、やっぱりみんな憧れるんで、うん、それをまあ、ね、オーバーフェンダーにしてで、もうね、費用が改造費だ、ボディーワークってなればやっぱそれにかかるんで、うん、まあそこをちょっとね、ユーザーさんちょっと引いてしまうっていうか、あれなんで、まあ、そのアクセル一つでその可能になるっていうか、あとまあ車高もあのプラスアルファ、あの足りない車高、はい、足りないっていうか、まあ車高調を優す、はい、で、限界をまあさらにもっと下げるみたいな、プラスしてる、限界をさらに追求するんですよ、うん、それで車の形を崩さず、うん、崩さず美しいままで、そうですね、ね、だからもうかっこいいじゃないんだよね、うん、シンプルっていうか、うん、あのまあ見えない、まあ見えないパーツなんであれですけども、まあそれをホイール違うだけでやっぱり車って変わるじゃないですか、ガラッと、うん、まあ、そこのね、やっぱみんなそこを求めるんで、はい、うん、ありがとうございます。あのいっぱいワークのホイールのいいところも今挟んで言っていただいてありがとうございます。 J ラインさんのアクセルといえば VIA 取ってらっしゃいますよね。まあそうですね、はい、あれも、15年ぐらい前ですかね、あの何でもよかったんですよ、規定がなかったんで、うん、あのアクセルをいじりたい放題だったんですよね、うん、それでも車検通ったんですよ、うんうんうん、で、あの私があのジェイラインのパーツを出してから結構やっぱりいろんなあのなんだろう、あの板金屋さんだったり、まあ、メーカーさんもですけど、いろんなアクセルが、まあ、出てきたんですよね、うん、で結構やっぱ危険なものも多いっていうか、はい、まあ、重要保安部品にもあるん で、 で、ねね、折れたら終わりじゃないですか、タイヤ飛んでっちゃうと、はい、まあ、そういうのであのちょっとここで規定を作って、うん、あのうちのアクセルはあの耐圧
外資金受けて、あの車検も、うん、車検も通るようにっていうのが、まあ、きっかけで、あのアクセルが、その改造アクセルが禁止になったというか、うん、車検が通らなくなって、うんうん、その流れで、まあ、あの全部あの弊社で出すアクセルは車検対応ですっていう。すごいかっこいい上に走れる実用性アンド、この品質の安全性っていうのも、はい、トリプルなんや。はい、まあ、ね、そうですね。素晴らしい、ありがとうございます。じゃあ、あの陣営さんにとってのワークホイールのいいところって一体、ちょっと褒めちぎってもらおうと思って今振ってますけど、あとまあ、あの私ユーザー時代からワークホイールって、うんうん、やっぱり憧れっていうか憧れもあったし、うんうん、まあもちろんそのいろんなそのサイズの展開があるんで、はい、うん、やっぱドレスアップには欠かせないっていうかね、うんうん、あのものだったんで、まあ、随分あのお客さんにもつけてもらったりとか。ありがとうございます、うん、じゃあすごいこう無理を聞いてくれるっていうか、はい、こういうなんていうのかなサイズ、うんうん、あのこういうサイズがあったらいいのにっていうところです、ね、うん、まあそこを組み付けてこうなんとか、そうですね、まあ、組み立てのね、あのまあ、メリットというか、はい、サイズを組み合わせでどんどん少々ね、うん、合わせていって、うん、大きいディープリムのワイドリムのところにまで達するようなものを、ね、うん、組み立てでやっていくっていうのが、まあ、うちの強みでもあるんで、うん、じゃあ、あのやっぱり、宇治江さんのその美学に対して一応ワークはきちんとお答えできてるってことでいいですかね。あ、そうですね。やったーありがとうございます。宇治江さんはあのオリジナルホイールもお持ちで、ね、まあ何年か前にっていうか、うん、ちょっとやっぱ昔からの夢で、うんうん、夢っていうかやっぱり自分のホイールって作れるのかなっていうのがやっぱり、うん、みんなやっぱりそういうのってあの願望みたいなのあるんですけど、うん、それがまあ叶えられたっていうか、まあ、もちろんワークサルのおかげでっていうのもあったんで、うん、いろいろ、うん、それで、まあ、勉強にもなりましたしね、うん、ホイールってこういう風に作るんだっていう、そうですね、うん、やっぱり一からデザインしてってなるじゃないですか、うんうん、でリムもこういうリムが欲しい、サイズ転換も、うん、こういうサイズは最低限欲しいとか、キャリパーのこの人間でこのこういうスペース確保というようなね、うん、もうまあ、そこもワークさん何でもやってくれるっていうか、なんかわがまま聞いてくれるっていうか、うん、聞きますよあでも実際出来上がるまで1年半くらいかかりますよ、出荷できるまで。そうです、2年までいないね、うん、私は結構あのわがままっていうかこだわるっていうか、うん、何回もね、ちょっとやり直しもあって、そうですね、うん、こだわりきついのは分かりますまあ同じあのものづくりの、うん、あの多分原点というか、うん、あの妥協を許さないと言ったら変ですけど、うん、あのこれがいいっていうものを、まあ、認めたいっていうところは、うん、多分共通してるのではないのかなと思いますよね、うん、ね、で、まああのアクスル足元こだわる、ホイール足元こだわる、うん、で、もっとあなたたちの共通ポイント、スニーカー自らの足元こだわるとかこうなかなかちょっとあのこだわり屋さんボーイズの間にちょっと挟まれてる表ですけども、あの今後ともあの我々あのホイールで足元を飾る、マイスターとして頑張っていきたいと思いますので、宇治江さんどうぞ変わらずよろしくお願いいたします。じゃあ最後、宇治江さん、あのファンの皆さんに今後の、何かな、野望じゃないな、じゃあ簡単に、もういっぱいコロナでもみんなの心いかれてるから、2021年負けずに頑張ろう、メッセージを宇治江さんの方から皆さんに。ああ、そういうのですか、うん、そういうの何でもいいよ、何でもいいですよ。ちょっと待ってくださいね、うん、ちょっと待ってくださいねこういうのがいいよね、無茶ぶりでこれ切れますよね、これね、うん、切れない切れない、ああ、そうですか、うんうん、まあ、うん、まあ、コロナはまあね、ご時世はしょうがないと、うん、しょうがないのはしょうがないんです。まあ最近若い子たちのね、どうしても、うん、あの車離れというか、うん、そういうのも現実あるんで、
まあね、これから、まあ、もちろんあの、ね、車を改造ってなるとどうしてもね、あの公道を走る上でなかなか、厳しい部分もあったりするんで、まあ、そういうのをもうあの、ね、我々メーカーとしてはね、うん、あのクリアしながらこうやっていってるんで、そうですね、若い人たちにもねとあのたくさんあのドレスアップを学んで、車を学んでもらって。本当ですね、うん、でもあのいいチャンスかもしれないです、うん、このコロナ の, あの、うん、時間を例えば自粛なんていうことで、まあ、家にいる時間が増えたりとか、まあ、お出かけするのに車が必要だったりとかした中で、うん、その自分のオリジナリティを自分の時間で自分の車にということを楽しむというチョイスが1個増えるかもしれないんで、うん、そうです ね, ね、うん、そのあたりを若者にどんどん発信していきたいと思います、うんね、ルエさん、はい、頑張りましょう、はい、今後ともどうぞよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございました、バイバーイ、はい、はい、ありがとうございました、JLINE の藤井社長、ありがとうございます、ありがとうございました、もうこだわりの詰まったもん、そう、なんかもう足回りとはみたいな、うん、ね、マイスターですよ、本当にマイスターですね、うん、もう、うん、で、OEM、JLINE さんのホイール実はあの僕ちょっと携わらせてもらいまして、うん、あのお兄ちゃんその顔何その顔え何何俺絶対あのもうあのその今のね J ラインさんのそのオリジナルホイールは、はいはいはい、和田くんがデザインしたっていうのはまあ聞いてましたし、はいはいはい、あの、うん、もう何もう絶対そこは触れんとこうと思ったのに自分から言うかその時もね、うん、いやすごいあのこだわりが強かったんで、まあまあ、それに応えるのもね、僕らも結構大変やったんですけど、うんうん、まあそれ であの売り出すまで1年半って言ってましたけど、うん、お兄ちゃんがね、うん、お兄ちゃん、あの今回ね、兄貴はよく喋りました、うん、もう途中スニーカー自慢もしながら、すごかったね、はい、で、1個2つちょっと気になったことがありました、まず1個、はいはい、寝癖、うん、ここピンってなってたね、車のあれかな、ヘッドレストも垂れてたもんな、あかな兄貴、うん、で、もう一個、うん、太りました、あったかすっげえ気になった今、いやほんま、後で知らんで、うん、ジェシー、これもしかしてこの望遠レンズで撮ってた、こういう魚眼レンズみたいな、あ、カメラのせい、カメラのせい、兄貴すいません、勘違いでございました、勘違いでした、じゃあ今もカメラのせいかな、それあ、そうやで、そうしてるあ、そういうことか端っこの方にね、現れるんだよね、うん、いやいやもういやでもこだわり強い社長でしたね、そうですね、うん、面白い、うんうん、そうだから作り上げるもんがすっごい、うん、あの完成度が高い、ああそうですね、うん、追求するから、あのヒッチで引っ張ってるね、そうん、とかあの、ガルバドレついてましたね、うんうん、ジムニーとかね、めっちゃかっこいい、めっちゃかわいいし、うん、すごい、まあ今までねこう昨日からやってきまして、はい、1,2,3,4,5,6,8 部構成でやってきました、はい、でまあもうやっぱりもうどの、ね、お店の方もかっこよく走りたいと、うん、もう共通して言うのが、うん、かっこよく、そうかっこよく走りたい、かっこよく速く走りたいっていうのがもう皆さん共通しました、はい、でそれにワークホイールがね、うん、あの携われてます、はい、でそれがもうすごいこう皆さん店舗さんとこう一致して、うん、うまくこうね、できているのかと感じました、はい、いやもうだからもうどのショップさんもみんな車好きですよね、車好きよ、ね、もう、まあ、だからその車好きな位置に僕らもずっとこう寄り添う感じでいたいというか、うんうん、ね、あの思いましたけど、思いました、はい、思いました、もうこの2日間にわたって、うん、本当ありがとうございました、ご視聴いただいた皆さんも本当にありがとうございました、長丁場、はい、ほんまです、ね、長丁場です、ね、長丁場、ジェシーもありがとうしてる、うん、ほんまに楽しかったな、ねえ楽しかった、うん、楽しかったって、うん、そりゃ楽しいやろな、楽しそうやわ、よかったよかった、もういや本当に、いや長かったね、長かった、ね、長かった、もう俺だって昨日から首言わしてるもんね、首言わしてる、さっきから下痢してる、何してるのもうあの彼なんかこの辺動き回ってますけど下痢してますからね、下痢
緊張のあまりにね、もう本当にね、はい、案外メンタル弱いタイプ。いや、もうバレてるって、案外にバレてるって。みんな知ってる、ね、バレてる、バレてる、もうバレてる、バレてる、ね、もう皆さんの支え合ってできてますよ、うんうんうん、ありがとうございます、ありがとうございます。本当にあのね、はい、背筋伸びるような思いもいろいろ感じましたので、はい、あのこれからも皆さんの期待に添えるというか、はい、期待にお応えできるワークをやりたいと思いますよね、はい、皆さん覚悟してますか。はい、はい、そしたらね、ちょっと全員でね、最後エンディングを飾りましょう。はい、はい、弟子来れる？これ、さっき差し入れ来ました。お、お、エビスさん、東海エビス、東海エビス、ほら、今宮エビス。というわけでね、このメンバーで、ね、2日間やってきたわけですけど、皆さん本当に長丁場ありがとうございました。ありがとうございました。もうあの初めての試みでね、うん、大変でしたけども、うんうん、よかったです。うんうん、で、はい、ね、もう今途中から見てる方もね、うん、YouTube ではアーカイブが残るんで、はい、それで見ていただけるも助かりますし、あの欲しいホイールのね、あの商品説明とか、あの過去回でもいっぱいやってるんで、はい、いりません、いりません、過去回でもね、すごくいろんなホイールの話してるんで、そうそう、まあ、見始めたからはちょっとね、これからまたおうち時間が増える可能性あるんでね、もうなんかもう暇つぶし程度で見ていただけたらもう嬉しいです。はい、はい、では皆さん2日間ありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。